もはや説明不要の最強フェザー級チャンピオン。苦戦すらしたことがない圧倒的強さ。今回はフェザー級史上最強リカルド・マルチネスを紹介します。伊達英治戦や数々の成績も解説。リカルド・マルチネスよりもクールに戦える人は高評価に向かって、世界最高の左をラッシュラッシュラッシュ。おすすめのキャラやシーンをぜひ教えてくださいね。デビューから無敗のままチャンピオンになったリカルド・マルチネス。その成績は驚異の69戦69勝65 KO。 なんとフェザー級でチャンピオンになってから10連敗、王座を誰にも譲っていないんです。69戦のうち防衛戦は22回。あまりにも強すぎるので挑戦者がほとんど現れないのです。リカルドを避け WBC に挑む選手がほとんど。リカルドはメキシコの英雄として崇拝されており、彼に憧れてボクシングを始める者も多いようです。一歩に勝ったアルフレド・ゴンザレスもその一人であり、何度リカルドに負けても挑戦し続けていました。もともとは相手をねじ伏せるような荒々しいファイトスタイルだったようですが、勝ち続けていくうちに猛獣の牙は影を潜め、淡々と相手を圧倒するボクサーへと変貌しました。マルチネスの本当の姿は科学と暴力が融合した姿であり、その姿を見た者は数少ないとのこと。覚醒した高村の野生と科学の融合と通じるものがありますね。リカルド自身、胸を熱くするような戦いを希望しており、伊達戦で見せたような本来の姿で戦うことを望んでいるようです。ただその熱い思いを受け止めてくれるボクサーはおらず、試合中にだんだんと熱が冷めていってしまいます。リカルドと戦うため WBC チャンピオンを現状してまで挑んだアメリカのビリー・マッカラムでさえ彼を熱くさせることはできなかったようです。勝って当たり前に思う観客、試合が盛り上がることはありません。リカルドはその状況に苛立ちを募らせていたんです。世界一の左を持つとされるリカルドは左だけで KO することも多いです。メキシカンボクサーならではの伸びる左は見切ることが困難。時折見せる右のコークスクリューブローの破壊力は群を抜いています。その破壊力には伊達英治でさえも耐えきれませんでした。リカルド・マルチネスのモデルはメキシコ史上最強のボクサーと称えられるリカルド・ロペス。52戦51勝1引き分け 37KO の元ストロー級統一チャンピオンです。勝ち続けた彼はリカルドのように孤独を感じていたのでしょうか。リカルドが最も苦戦したと思われるバトルは伊達英治戦かもしれません。幕内一歩に勝利後、リカルドに挑戦する決意をした伊達英治。記者会見から二人の意気込みが会場を沸かせました。握手をすることをためらう両者、すでに戦いは始まっています。青コーナーから伊達が入場すると観客の期待と興奮が爆発します。リカルドの入場時も割れんばかりの歓声がホールを揺らしました。国歌斉唱の間、集中力を高めるリカルドに対し、今までを振り返る伊達、さまざまな感情を抱えたままゴングが鳴り響きました。グローブを合わせた直後、左の2連発オープニングヒットはなんと伊達からでした。リズムを取ろうと距離を取るリカルドをロープに追い詰める伊達、開始早々のラッシュで主導権を奪われました。体を入れ替え攻撃に転じるリカルドの左をヘッドスリップで避ける伊達、リング中央でハイレベルな左の差し合いが続きます。そして運命の2ラウンド、両陣営に緊迫した空気が流れます。空振りの右ストレート一発でプレッシャーを与えるリカルド、あっという間にロープに追い詰めました。リカルドの左をかわし脱出を図る伊達、しかしそのルートを抑え逆にコーナーに追い詰めます。コーナーでの駆け引き勝負はリカルドの方が一本上。伊達の攻撃を読み切りボディにカウンターがクリーンヒット。なんと堪える伊達が反撃に転じるんです。リカルドは予想外の反撃に驚きつつも強力な対応を打ち続けました。3ラウンド、突如人が変わったように猛攻をかけるリカルド。伊達を強敵と認めた彼は本来の姿に戻ります。荒々しく攻撃するも、いずれの攻撃も狙うのは急所ばかり。
ハイレベルの技術戦から一方的な展開となっていきました。強力な一撃を受けても倒れない伊達ですが、リカルドは肉体ではなく精神を断つ一撃を狙います。耐え続けて迎えた第9ラウンド、伊達は勝つためにずっと伏線を用意してきました。ロープに追い詰められながらもリカルドの右をかわす伊達はハートブレイクショットを狙います。起死回生の一発でしたが、エルボーブロックで骨を砕かれてしまいました。意気消沈する伊達エイジでしたが、なんとかゴングに救われます。妻の励ましで試合続行を決める伊達にリカルドも覚悟を決めました。しかし予想外の反撃に動揺するリカルド、その隙を突かれハートブレイクショットを打ち込まれてしまいました。勝利を確信した伊達は渾身の左フックを狙います。しかし動けないはずのリカルドは伊達の攻撃をかわしました。全ての武器を打ち尽くしなすすべのない伊達、リカルドの右フォークスクリューブローをまともに受けてしまいました。リカルド・マルチネスは69戦69勝 65KO で防衛戦を22回行っています。チャンピオンになってから10年間王座を移ったことがないとのことですが、あとの47戦は無冠で戦っていたのでしょうか。紹介されている戦績を見てみましょう。21歳の若さで WBA 世界フェザー級チャンピオンとなったリカルドは防衛戦の2戦目で伊達エイジと対戦します。連勝続きで勢いに乗る伊達をなんと2ラウンドで下し、一時期伊達を引退にまで追い込みました。2度目の伊達戦の前に一歩ともスパーリングを行います。一歩のレンプシーロール全てに左を合わせ一歩の意識を奪いました。しかし一歩の印象は彼の脳裏に残り、一歩を強敵と認めているようです。防衛17戦目で再度伊達エイジと対戦、伊達の奮闘に本来の姿に戻り食い下がる伊達を圧倒しました。防衛21戦目でも相手を寄せつけません。左手一本で勝ってしまいました。圧倒的強さを見せつけるリカルドですが、生涯初のダウンを喫します。その相手はなんと千堂武史。スパーリングでの出来事ですが、記者たちの度肝を抜きました。千堂対アルフレドとの勝者と戦うと提案するリカルドに対し、荷物ギアと千堂に軽くあしらわれてしまいました。千堂対アルフレド戦の興奮が冷めやらぬまま、元 WBC 世界チャンピオンのウィリー・マッカラムと対戦しました。現役 WBC 世界チャンピオンでしたが、ベルトを返上してまでリカルドと対戦することを選んだのです。彼の異名はフリーチェル、防御に特化したカウンターパンチャーです。全試合の余韻が冷めないようにリカルドは自分から攻め込みます。リカルドの攻撃に驚きつつも冷静に対応するビリーはリカルドの左を丁寧に防御し、右にカウンターを合わせます。ビリーの攻撃を素直に称え、リカルドはさらに攻撃を求めます。自分の限界を相手に求め、リカルドは前へ前へと進みます。リカルドのプレッシャーに物怖じするビリー、攻撃をしても簡単にカウンターで反撃されてしまいます。ロープに追い詰め、左手だけで攻めるリカルド、ビリーの鉄壁の L 字ガードを粉砕。なおも攻め続けるリカルドにビリーは抗うことができませんでした。あまりにも強すぎて誰も寄せつけないリカルド、彼を満足させられる相手は現れるのでしょうか。